はい、えー、カバーチ袋カッパー院長です。じゃあこの動画ではね、えー、なんか日本も、まあ、これ中国の人が言ってるんですけどもね、日本もいずれ強大な中国を受け入れて、鉄の日中同盟を成立させると。なんかよくわかんないこと言い出しちゃったんで。<laughs> え日中同盟なんでそんな話になるんですかね。<laughs> えー、日本と中国は長い、えー、交流の歴史があるが、えー、近代においては1972年日中国交正常化以降、交流が活発になった。最近では米中関係悪化に伴い日中関係も複雑だが、中国の Q&A サイトにこのほど将来的に中国と日本が鉄の同盟関係を築く可能性はあるのか。なんでそんなものが話題になっているのかよくわかんないですかね。なんか中国では盛り上がっているらしいんですよね。こんなもんがね。 で寄せられた意見を見るとその可能性はあるという意見がなんか結構多かったんだってなんで,でかっていうと例えば可能性は十分あるが鉄のような同盟である必要性はないという意見を述べた人が中国の実力が十分強くなればアメリカの影響力を東アジアから排除できるとして 中国主導で、えー、まあ、お隣なんかも含めて、政治経済で連携する集団を形成できるとの見方を示したと。やめてもらいたいっすね。そういうのね。断るその、なんかこう、日中ほにゃららみたいな、なんかそういう無理くりな、なんかそういうくくりはもう、いらないんだけどな。うーん。で、 えーと、また別な中国の人も、日中同盟は実現の可能性が非常に高いと主張し、人は現状を受け入れるのに5つの段階を踏んでいる。拒絶、怒り、苦しみ、悲しみ、そして受け入れだって言ってるんですよね。<laughs> 今の日本は苦しんでる段階だって言ってますね。で、それでもいつか日本も強大な中国の力を受け入れざるを得ないだろう。だってさ。<laughs> でさらに日中が鉄のような、えー、同盟関係を構築できると主張する根拠として日本人は強者に畏敬、えー、の念を抱く民族性だからだと主張する人も多くいたとで日本人の目に中国は、ね、強いと映、ね、れば映るほど中国側に立つだろうと、ね、そんなこと言ってるんですよねで、えー、他にも2025年から30年頃にはアメリカは外に追いやられ日本は正常な国になりたいと中国にすがってくるだろうと えー、そうなれば中国はよりアメリカに挑戦しやすくなる。なんかそんなこと言い出した人もいたらしいですよ。は <laughs> えー、2025年から30年頃ね、アメリカじゃなくて、中国にね、うん、日本がなんかすがりつくんだって。いやー、なんかもう完全にお隣の人みたいなこと言い出しちゃってるよね。うん。で、日中同盟の可能性があるとの意見に共通しているのは、中国がもっと強くなればという条件をつけていたことと言えるだろうと。 中国がそもそも単独で強くなるんだったらね、日本がどうこうとか,んか関係なくねって話ですよね。うん、えー。しかし日中同盟などありえないという見方もね、えー、少なくなくって,て、短期的には不可能、えー。日中の問題は米中問題と関係があるからとか、可能性がないわけではないが極めて低いと思う。っていうね、えー、まあ割と冷静な意見もあったみたいですかね。うん。まあただ一言、ねえよ。 いや、あるわけないっしょ。ね。どこを仮想敵国にして同盟なんか組むんですか <laughs> ね。逆に聞きたいですよね。うん。だって日本のさ、ね、あの、島部攻略、ね、日本のこのね、あの、要は上陸作戦を想定してね、うん、なんか演習とかしてたのどこでしたっけ中国ですよね。絶対ないっすよ。<laughs> ね。うん。なんだろうな、この文化的なね、長い交流の歴史があるが。いや、ないっすよ。ね。80年にもならないっすけど。 ね、こういうところでしれっと嘘もついてますからね。だからやっぱりね、信用ならないっすよね。しかしまあなんでこんなことを言い出しちゃったんですかね。よっぽどなんかこう、しんどくなってきたっていうことかな。こんななんか泣き言みたいなことを言い出すってことはそういうことなんじゃないですかね。相当きつい状況に追い込まれてるっていうそういう判断でいいのかな。うん。 まあなんか、あれか。あまあ大体この中国が言うこの同盟ってね、えー、主従関係のことを言ってますからね。だってほら、中国の人が、まあ中国がもっともっと力をつければ、ね、連呼してるってことはそういうことでしょね、いわゆる同盟じゃないですからね。うん、まあ未だにこのサップ体制っていうのかなっていうこうなんか認識のままなんじゃないですかね。うん。あるわけねえだろうと。ね。うん わざわざね、うん、進んでね、うん、天安門されたいと思う人は普通いないっしょ。うん まあこれからね、欧米製のこのワクチン普及で、まあ日本だとこの国産のワクチンなんかもね、えー、追っつけ回ってくると思いますけども、まあコロナが一段落した頃にはね、中、中共なんかはもう全世界から集中砲火を受けて、今までのこの傍若無人な態度をね、うん、傍若無人な態度を改めなければね、存在することすら危うくなる。そこまで追い込まれると思いますけどもね、うん、ていうかやんなきゃダメですけど、 しかしまあなんだろう。いや、いいじゃないですか。ねもう主従関係だったらあるじゃないですか。中国は。ね一つ二つ従えてますよね。うん。ねどこにどこの誰とあえて言いませんけど、あの辺の、半島のあの辺の人たちかな。うん。ねもはや日本を超えたとあの自が自賛しているあの辺の人たち。うん。と、鉄の同盟でもね、鋼のね、うん。なんかこう、なんか、 んあこういうのなんて言うの <laughs> 血となんとかとなんとかの同盟みたいなさ。よくなんかそういう,こう固いことをなんかこうね、無理やり盛り上げるなんか変な気持ち悪い言い回しありますよね。うん、あんなのさ、やっとけばいいじゃん。あっちの人と。うん。いちいち日本をさ、無理やりこの絡めようとするのやめてほしいんだけど。うん。 まあなんだろう、お隣もそうだけど、なんていうののかなこの成り上がり国家というか、まあ、成りき国家みたいな、ね、そういう感じで力を得た後のなんの、そういう人たちって責任にさ、ね、関心ないですよね、無頓着ですよね。うん、だから豊かになったら,だからあの、要は先進国、後進国の話じゃないですけど、もね、うん、自分たちに余裕が出てきたらさ、今度はなんかギリギリのところにいる人たちに、ね、なんていうのこの富を、はい、分配するっていうかさ、 ね、困ってる人たちを助けてあげる側に回るっていうそういう役割が普通生じるじゃないですか,かそういう発想が皆無ですよね中国もそうだし、ね、あの自称 G7 実質 G8 なんて吹いて回っていたあの国の人たちなんかも特にそうですよね,、うん、ね自称先進国 G7 だ実質 G8 だって言っといて、ね、途上国向けのワクチンを横入りしてかさらってっちゃうんですよ何度も。うん ちょっとね、言ってることでやってることが全然違いすぎるよね。うん。で、そういうことがね、恥ずかしいことだと、うん。ありえないことだっていう感覚がもうそもそもないっていうのがびっくりだよね。うん。で、まあ政府だけじゃなくてね、まあなんか中国は中国で、もう一般の中国の人たち、だからまあ中国世論からして、まあコントロールされてるんで、まあこういう格好になっちゃうのはしょうがないのかもしれないですけども、なんだろう、覇権主義なんですかね、やっぱりね。うん。 結局中国は自分の都合のことしか考えないじゃないですか。互いに助け合うっていう関係はまあ、まず成立しないですよね。だから日本に限らずどの国でもね、中国との間で同盟っていう関係は基本ありえないでしょ。うん。だって実質的に中国が他の国地域を支配する。要はその支配関係を名目上同盟っていうね、呼び方をしている。ただそれだけじゃないですか。だから実態は違いますよね。 だから、同盟なんかじゃないですよ。うん。だから、主従関係ですよね。うん。なんだろうな、上下関係でしか判断できない国と同盟とか、ちょっとありえないですよね。ギャグにもなってないです。何にも笑えないですよね。うん。まあ、繰り返しになりますし、当たり前ですけど、絶対ありえないですよね。うん。ね、歴史上、だって振り返ってみてもね、数百年、 1000年とかいう単位で振り返ってみたとしてもね、この大和王朝、ね、日本の王権がね、うん、シナ大陸の王朝の風下に立ったことなんて、ただの一度もないですからね、うん、まあ、それはさておき。 まあ結局他国からのこの炎上物資に全面的に依存して経済力をつけただけで自力で強大になったわけじゃないじゃないですか。ね。したがって他国との関係が悪くなって次第に落ちぶれていくわけでしょ。うん。まあ、口先だけのなんちゃってね、共大国がね、日本をひれ伏させるのは相当ね、うん、しんどい作業になるかと思いますけどもね。うん。 だって、チベットとかウイグル見たらね、中国とね、同盟するぐらいだったらね、うん、もうガチでね、真正面からやり合った方が、もうはるかにマシだしまともですよね、うん。 そそうそう、当たり前ですけどこの中国の人たちが言う同盟は家来になれってことですからね,ね対等という概念が、ね、協力、ね、相互に協力力、ね、力をなんかこう助け合うとかっていう発想が花、ね、から抜け落ちている人たちと同盟なんて1000、ね、年経っても1万年先も、ね、ありえませんよね <noise> ということで今回は以上ですありがとうございましたではまたごきげんよう